今オーストラリアへ向かう車の中にいます。ここからいよいよそうですね、今から1ヶ月だ、1ヶ月間オーストラリアゴールコースで合宿と、そこからもう試合に行くので、次に日本帰ってくるときは、まあ、一戦終わってからですね。4年間行ってるんで、泊まるところも一緒なんですよ。やることはない。楽しみはアサイボールとホテルにあるビリヤード。飛行機がいよいよ。そうっす。やっぱ短距離ここが一番なんか緊張する場というか、本当に足が速くなってるのかっていうのは、あったかいところ行かないと分かんないんで、今やっぱ日本では、まあ、寮とかもやってますけど、ここからはスピード上げていくので。自分の楽しみでもありますし、どんな感じになってるのかなっていうのを1ヶ月間試したいなと思います。私もずっと寒いところで練習してたんで、あったかいところ行ったらもう体も絞れますし、いろいろ変わるかなと思います。あ、まあオーストラリア行って別に冬季練習半分ぐらいやるんで、ほぼ5ヶ月です。長いわ。一番きつかった練習って、一応いつから楽団合宿、どう考えても楽団合宿の2日目か3日目です。5日目かな。 YouTube でお話しましたね。はい、マジで。あれ YouTube で見るよりマジできつかった。先生がちょっとおかしくて、あの日は張り切りすぎてましたね。絶対におかしかった。あんなにみんな足つるわけないぐらい初日でわたわた倒れてました。でも5ヶ月ですよ。でも大体すごいですよね、陸上って。半年間試合ないっていう、ほぼ、まあ、日本だからっていうのもありますけど、ここで本当にちゃんと練習しないとシーズン消えますからね、完全に。ここで、まあ、遊ぼうと思えば遊べる時期ですからね。逆に試合がないし、練習さえやればいい時期なんで、まあ、いろいろ教えてくれる選手も冬季入ってからですよね。そうだね。あれもやって、うん、シーズン中にはできないことをやったんで、ここから先またYouTube 更新していったら、多分練習の動画とかがメインになっていくと思うので、あとね、新しい、なんか昨年はできなかったけど、例えば試合後すぐに報告っていうのもね、YouTube 内にできたら、うん、一番最初にこれで配信したりする、どうせやってるんだし、まあ、その夜とか晩飯の時とかに喋りながら試合の感想をするのもいいなっていうので、ぜひぜひちょっとシーズンを楽しみにしておいてください。バイバイ。行ってらっしゃい。行ってきます。